日本国民党代表指名手配議員の鈴木信之です。はじめにちょっと宣伝させてください。明日8月14日鈴木政形成さんを招いて、日本国民党の政策研究勉強会行います。拡大する底辺から見た現代日本の危機、東横屋根新大久保、あそこの立ち向かってる女性たちもちろん直接取材してます。また東南アジアのアンダーグラウンド社会なんかにも精通した、作家鈴木形成さん、お招きしてね、勉強会やります。講演会やります。講演会というか本来ねこれ研究会なんですよ。ただ今年はね内部研究会じゃなくて、皆さんお呼びしようじゃないかということになったんでね。それからもう一つ、新聞国民8月号発行しました。昨日発行したんで明日あたりじゃないかな。郵便局今ダメだ、宅急便より劣るから、多分都内でも明日だと思う、着くのね。ぜひぜひ、年間5000円です。新聞国民、話題満載ですよ。翼の塔事件のこと、皇室を利用する中共北朝鮮とかね、読み物満載です。ぜひぜひ、国民党を支持する方、ぜひこの新聞国民年間5000円購読していただきたいと思います。それとももう一つ、この8月15日に新雑誌発行します。鈴木も関わってます。 RJ リアルジャパン、これはね皆さんね本当、1980円、ビジュアル雑誌なんですよ、写真雑誌。これで愛国を語ります。鈴木信之連載しますから。今回は小坪慎也、行橋市議との対談です。毎後ね地方議員と鈴木がありますんで、ぜひぜひ、これはね成田明先生なんかも出てるしね、いろんな日本とは何かっていうことをね問う、広く問いかける雑誌メディアです。最初のテーマは神風と恋、つまり特攻隊とラブレターなんですよ。興味深いでしょ。特攻隊のラブレターね結構あるんです。この雑誌今ね鈴木の X なんかでも出してますけれども、ストアーズで購入できる形取ってます。ぜひぜひね、皆さんお手に取っていただきたい。最初は期間ですから次秋出します。来年にはね隔月に持ってきますんでね、ぜひぜひ、皆さんに、映像とね映像とそして、この紙媒体で、この紙媒体でもねこういう漫画を駆使してますから、アニメを使ってね、だから成田明先生ももう執筆時に加わってます。ビジュアル雑誌です。これぜひ、普及させたいと思ってます。ではね今日のブログ、今日はねもっと話したいことある、イスラエルの話、そしてイランの話したい。でもその前にブログの話すると広瀬めぐみさんろくでもないね、弁護士のが儲かるって当たり前だろう、政治家なんつうの割に合わないよ、金銭的には。何が欲しいの、名誉でしょ、自分のキャリアアップでしょ、元、国会議員の弁護士っていう称号が欲しいんでしょ、ねえ国のため国民のためなんてそんなものはみじんも これっぽっちもかけらもないわけだからさ、やるなっつうの迷惑だよ。だけどさそういうやつばっかだから、国会議員だけだよ、地方議員もそういうやつばっかり。鈴木がなんでバッチつけてるかって今回ブログ書かせてもらったけど、
あの右翼活動する上のアイテムですよ、これが必要なんだ。で、なんで葛飾かって、もう大好きだもん、葛飾、生まれふるさとだから、そのために、仕事しますよ。で、このバッジを使って国のために、右翼活動をやりますよ。そのためのアイテムをもう一度取り戻したい、取り戻す復活の戦いを挑んでるんですね。だから広瀬めぐみみたいな迷惑、ふざけ半分で選挙を宣伝媒体に使うのも迷惑だけど、こういう国会議員本当迷惑でも、そういうのばっかりだよ、そういうのばっかりでね、今日の話ですけど、この間長崎の8月9日慰霊の日にね、原爆慰霊の日に長崎鈴木市長がイスラエル大使の招聘をしなかったと、それで、原爆を落としたね、その張本人であるアメリカ大使欠席、イギリス欠席、まあ欧米諸国 G7、G6 が欠席という、前代未聞の事態になった。で、これは賛否両論でね、アメリカが原爆を落としたんじゃないかと、来るなら来ないなら来なくていいと。で、だけどイスラエルを、招聘しないというのはロシアを招かないというのと意味違うんですよね。イスラエルは過去の経緯は別にして、ハマスと今戦って、ハマスは、イスラエルを拉致してね、イスラエル人をで侵略して、虐殺して、その報復戦をやってるわけですよ。で、これは過去の経緯があるからやっていいっていう、そんな理屈はないよね。それじゃあロシアの侵略を認めるようなもんですよ。いや、そうじゃないでしょ、パレスチナと戦ってんじゃないって、ハマスと戦ってんでしょ、ハマスイコールパレスチナじゃないでしょって話ですよ。これはね、本当左翼は昔からパレスチナ贔屓で反イスラエルだけれども、保守と言われる側でもこういう論調でいるんだよね。鈴木は保守じゃないけどさ、ここがね、国際情勢読めてないね。だからイスラエルを敵に回して、なんか日本いいことあるんですか、ハマスを味方にして何かいいことあるんですか、政治語るもの、政治を語るんだったらまず国益を考えなさいと、ね、愛国心と国益だよ、このバランス感覚ですよ。これがわからないで、パレスチナ、パレスチナ侵略されたか、ね、イギリスだってヨルダンもイラクもイランも独立させたじゃないの。イギリスの肩持とうとは思わないけどさ、ね、そこに不平不満を持った人間たちももちろん現れるよ。だけどね、今回のイスラエルのやり方見てて、あの100分の1でも日本がね、気概を見せたら北朝鮮の拉致事件解決してるからね、国民一人たりとも失うことは許さないというね、この断固たる決意ですよ。国際世論に批判されようが何のそのと、いや、イスラエルはやるぞと、国民連れ戻すぞ、取り返すぞというね、この決意ですよ。だからハマスの指導者暗殺したわけでしょ。そこで今度イランとの関係ですよ。ヨルダンで革命防衛隊の幹部が殺されたと、これは間違いなくアメリカ CIA 絡んでる。で、イランが報復した。で、イスラエルもそれを迎え撃つ準備を整えて、報復に応じたと。で、今度新政権になってですよ、いつイランがどのぐらいの規模で報復するかということが、重要な国際的な注目を集めてるんだ。それ次第によっては、イスラエルが、大規模な反撃をするか、で、これを阻止させないとね、とんでもないことになる。アメリカの参戦なんて言ったらとんでもないことですよ。で、イランは非常に自重してる、自重してますよ。
ね、革命防衛隊の指導者が、殺されたりさ、しても自重してる。でこれなぜかというと、やはり国際社会に復帰したいからでしょ。安倍政権時に、トランプ政権時に安倍首相がトランプ特使としてテヘランに飛びました。で、あの時行った通訳、日本から行ってるんですけど、鈴木は お話ししてる会談内容を教えてくれない、トップシークレットですよ。でも鈴木はそのイラン人ともお話ししてる。あのイランは国際社会に復帰したいというね、意思がある。ただ宗教指導者は頑固だからさ、そう簡単にはいかないわけですよ。だけどそういう中でね、日本が果たす役割っていうのはアメリカも認めますよ。だから安倍晋三特使っていう形でテヘランに飛ばすわけですよ、アメリカがね。日本はどんなにイランが孤立しても悪の枢軸と言われると、まあ、日本とイランとの友好関係は国際社会とりわけ米国が認めてる関係ですから。で今回新しいイランの新大統領が外務大臣に、なんと荒口、元駐日イラン大使を任指名した。で議会承認を受けて、今月中にも、新閣僚として発足するわけですね、新政権の。でいやこれ大変なメッセージじゃないですか、日本に対して。外務大臣を知日派に持ってきたということは、アメリカとのパイプ役をね、日本に求めるんだけど、上川、大臣では貫禄負けしますね。向こうは命がけだもん、大統領だって暗殺される国だもん。それが国の実質的な指導者、宗教指導者の意思に反してね、政権が手綱さばきをしてるわけですよ。国民の求めと宗教指導者の求めとの間でうまく手綱を騒ぎ、ハンドリング切ってるわけですよ。だけど宗教指導者ももうお年ですからね、80いくつ、いつまでも生きてるわけじゃない、ご存命じゃない、ね、そうなると今のもちろん大統領だって、いつまでも政権にいられるとは限らない、そういう中でさ、日本に対してメッセージを送ってきて、国際社会にイランは復帰したいと思ってるわけで、ね、ロシアや中国の側に言いたいとは思わないよ。もともとアメリカが戦後アメリカが国際社会に招いた国でしょ。アメリカ製の武器使ってた国がイランなんだから。で日本はね、イギリスの植民地から出した、イランを国際社会に迎え入れるその窓口を作った国の一つは日本だよ。その日本がさ、もう一度さ、イランと米国、イランと欧米社会の間に立ってね、国際社会の中に招き入れて、それこそ中東和平ですよ。中東の和平を整えていく。あのイスラエルもなくならないし、パレスチナもなくならないしね、そういう中で、イランもなんつうかな、イランをの武器を求めてる勢力ももちろんいるんだけれどもさ、イランの石油マネーだってね、実際に軍事費として、各国に提供されたりしてるわけで、それは国際社会で生き抜く術だから、それ全てを捨てろなんていうのは春ノートになっちゃうからね。もうそういう中で、いかにね軟着陸させていくかっていうことが大事なんですよ。じゃあ日本の役割は何か。外務大臣が荒口、日本の名字、真に久しいに地っていう名刺を持つね、この新外務大臣を就任させたという強烈なメッセージをしっかり受け止めてね、そして、日本もテヘランに、それ相応の人物を飛ばすべきだけど、日本の政治家官僚に
いねえんだな、これがな。ああ残念なことにさ。いや、今日は広瀬めぐみのこと話そうかと思ったのに、そんなことはどうでもいいや。このイスラエルに対していつイランが報復するのかね。そしてイランが、どの規模で、それを矛を収めるのか。それに対して、イスラエルは、再報復をしないっていうことがね、大事なんだって。ハマスはやられるよやったんだから当たり前なの。なん誰がハマスの肩持つんだよ、日本国という国としてさ。こういうことをしっかりさ、現状認識しないと。アメリカ大使館に原爆とかの抗議するのはいいですよ。鈴木も若い時から散々やってきた反米活動だけれども、それは思想戦争をやってる時はいいけれども、政治家となったからには現実政治やらなきゃいけないから、今は控えてる。そういうこともさ、よくよく情報を精査してね、政治を語るべきだと思いますよ。アメリカ大使館講義にお誘いいただいた、先輩には丁重な、メッセンジャーでお返事いたしました。やっぱり長崎市長のあの判断は、国益に反する間違いだということをね、鈴木は思いましたから、それはそういうお返事をいたしました。やっぱりね、ここのところ間違えちゃいけないんだよね。日本はどうやってこの国際情勢今変化してる時ですかね、ここで、うまくハンドリングして生き残っていくか、そして繁栄ですよ、経済的繁栄を手にしていくかということが大事なんで、そのためには軍事力を備えてね、その日本のハンドリングを誰が取るのかね、実は自民党総裁が、取るわけですから、人物いねえんだよな、困ったもんだよな。